ぬって棒から来たの。あ、やべ、動画、そこだけ撮るの忘れちゃった。まあいいや、後で見てスクショで撮る。何が？あの、アップロードしてんだけど。あー、ビッグベン登場シーン。そう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 。マジ顔怖かったんだよ。そりゃそうだ。いや、まあ多分あれ合流するからすげえ真剣な顔してたんでしょうね。現場っぽい格好してた。その当時は真ん中回してた。
忘れたやつ買うと思うよ。一日経っても考えてんだったら買う。最近分かったけど、しかしあのベストは本当になんか誰かが着てるのを見てて、あ、春先にもこうやって着たら可愛いなと思って、まあ値段が990円だし、ワンシーズン着て汚れて捨てても別に値段安いからいいかってなったから。基本的にやっぱ犬いるからさ、白ってあんまり選ばないんですよ、汚れたらすぐ。でも値段値段だしねと思ってね。まあ、でもね、ずっと気になってはいたんだよ、あの仕事帰りにさ、買うわけじゃないけどなんとなく見てさ、毎回あの辺のベストのやつね、もうなんかねずっと気になって、去年ぐらいからずっと気になっていたの、下がってた。でもベストいっぱいあるしなと思って買わなかったけど、ね、やっぱり買っといてよかった気になって。 M か L で悩んだけど、ちょっと大きめにゆるっと着たいからやっぱ L だなって、身長があるし、この間 M 崎さんとズボンの丈の話で超盛り上がってた。やっぱ身長が近いからなんか思ってること一緒だった。ズボンの丈って本当ね、あれだよねって、もう70以上ないともうマジで辛くないって話わかるっつって、座った時にさ、くるぶしとか見える丈本当に嫌だよね。